下る金額で手に入るスーパーカーということになるわけなんですけど、まあ、その実力やいかにというとこなんですけどね。これがですね、本当に乗りやすくて、こういうそのワインディングでもですね、いかんなくこうスポーツ性能を発揮してくれるというところで、しかもこのクワトロでですね、四駆であることで安心感もものすごく高いというところもあってですね、もう幅広い方に乗っていただけるという車になるのかなと思いますね。こんにちは、株式会社カーコンセントコストの矢野浩二と申します。今日はアウディ R8 のご紹介をしていきたいと思います。はい、今日はですね、アウディの R8 のご紹介ということなんですけれども、今回もですね、この茶色のこのカラーリングの車ということで、実はですね、この車自体今から半年ぐらい、もうちょっと前かな、7、8ヶ月ぐらい前に実は1回ご紹介をさせていただいたという経緯があって、今年になってですね、多分 R8 2回目か3回目のご紹介なんですけど、全部このカラーなんですよね。オープンカーのものもあったと思うんですけど、これも茶色ということだったんですけど、結構レアカラーだと思うんですけど、たまたま縁があって、この茶色のですね、カラーリングの R8 のご紹介に連続でしているということになっております。こちらはですね、 5.2 の FSI クワトロということで、5.2 リッターの車になるんですけれども、初年度登録が平成24年ということになります。こちらですね、 AIS の査定表になるんですけれども、評価点が 4.5 点、内外装が BB ということになっております。この年式でいうとですね、中古車としてはかなりレベルの高いものというふうに言えるのかなと思います。走行距離がですね、まだ2万2000キロぐらいの走行距離ということになっておりますので、そのぐらい全く走ってない車であればですね、まだ5点とか6点という車もまれにあるということなんですけど、基本的に2万キロを超えるような走行をある程度しているという車で、 4.5 点というと、この年式でいうと、一番いいというふうに言っても、悪くないぐらいの評価点ということになります。でこちらですね、ミッドシップレイアウトの車ということなんですけど、このアウディの R8 っていうのはですね、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、ランボルギーニのですね、ガヤルドと、当時エンジンとかですね、そういう基本設計っていうのが非常に近いものになってて、V10 というエンジンの形式もそうですし、もう中のですね、操作系とかいうのも結構近いものがあって、もちろんアウディグループにですね、ランボルギーニがあるということもあるんですけど、新車の時も金額的には確かガヤルドで新車の時2500万ぐらい、2400、500万ぐらいで、アウディがこの R8 が多分2000万ぐらいの金額だったと思うんですよね。500万ぐらい違うという感じだったんですけど、今ですね、この10年ぐらい経って、どうなってるかっていうと、ガヤルド自体がですね、普通の 5.2 リッターの同じ V10 のですね、エンジンのもので、だいたい1400、500万ぐらいで多分推移しているかなというところで、このアウディの R8 自体はですね、この年式でいうと多分800万から1000万ぐらい の、 売価で販売をされているというケースが多いというところになっているんですけれども、そう考えるとですね、このスーパーカー前とした、このミッドシップのこのアウディをですね、そのぐらいの価格帯で買えるっていうのはかなりですね、バーゲンプライスというか、かなりお得感のある選択になるのかなというふうに思っております。でこの査定をですね、持ってちょっといろいろと見ていきたいと思うんですけれども、まずですね、こちらがフロント、こちらがリアになるんですけど、この W っていうのはですね、いわゆるこの塗り跡ということになるんですけれども、こちらですね、もし前をぶつけていたりとか修正をしたりとかすると、この辺りがですね、塗り跡だけじゃなくて
交換とかですね、こういったものになるし、そもそもこの評価点が 4.5 点とかじゃなくて R 点っていうふうになったりとかするんですけど、この W1 っていう塗り跡っていうのは、あの塗装のですね、修正をしたりとか、ちょっとしたあの線傷とかをですね、塗装したりとかっていうような、そういったイメージ の修理ということになります。で、助手席側をちょっと見ていきたいと思うんですけど、タイヤの目はですね、4本とも五分山ぐらいの目になってて、ガリ傷もですね、特にない状態で、特に助手席側っていうのは全くあのマイナス点がない状態になってますね。ここカーボンになってるんですよね。これもね、この茶色とこのリアルのこのカーボンっていうのがですね、あのコントラスト的にすごいこうかっこよく映るなというふうに思いますね。ここもものすごく大きなカーボンパーツが入っているということになってて、この辺りもすごく贅沢な作りをしているなという印象ですね。で、後ろのタイヤのガリ傷も全くない状態で、あの綺麗な状態ですよね。で、ここからの、ね、角度をちょっと見ていただきたいんですけど、このエンジンルームがですね、この縦置きのエンジン自体がこのガラス越しに見えるということになってて、この V10 のですね、あのエンジンの部分というのも、この辺りも全部これカーボンなんですよね。相当贅沢に作られていると思います。実際にアウディではなくて、スーパーカーといえばフェラーリというところで、そのフェラーリのオプションのですね、ところで、何が大きく、あの一番オプションで大きく違うかというと、カーボンパーツがいかに使われているかというのが、そういうところに尽きるところがあると思うんですけど、これだけリアルのカーボンがですね、エンジンルームにも使われているっていうのは、相当贅沢な仕様ということが言えるかなというふうに思いますね。で、夜はですね、ここライトアップされますもんね。ここが中がね、薄白い感じでエンジンが見えるようになってるんですけど、すごいかっこいいなという感じですよね。結構落ち着いたイメージじゃないですか。だけど後ろのエンジン自体ここで乗ってるっていうね、この、主張というかですね、このスーパーカーであるというのがこういうところからも見えるというところですよね。で、前の方見ていきたいと思います。ガリ傷もなくてすごい綺麗なんですよね。この辺りとかもすごいいい感じですね。で、A1 っていうのがこの辺にあるということなんですけれども、だいたいね、車、綺麗な車を取り扱うことが多いので、マイナス点はどこかというところなんですけど、多分ね、目視してすぐにわからないという感じなんですよね。この査定をしているときにですね、あの横で、ここがこう、あそこがこうっていうふうに言われながら見てるとですね、いいんですけど、この査定表から遡ってここかな、ここかなっていうのを見るの結構大変で、そういう意味ではですね、結構こう、見てて全体的にですね、本当マイナス点っていうのは特にない感じのところになっております。で、1個ですね、フロントガラスの割れというのがあるんですけれども、ここですね、この部分、これ見えますかね、この部分はお伝えしないといけないところかなというところですね。ただここもおそらくこの穴の部分っていうのをですね、修復を少ししてるんじゃないかなというふうに思うんですけど、ここだけで、そうですね、ガラス全体を交換しないといけないっていうレベルのものではないかなというところがありますけれども、全体的に言うとですね、全部の中でもここだけかな、パッと目視して分かるというのが、それ以外はですね、特に特筆して何かお伝えしないといけないというマイナス点はないかなというような印象ですね。はい、内装を見ていきたいと思います。また内装もすごいシックですよね。で、ここも見てください。ここも全部リアルカーボンですよ。これフェラーリだってここまでしてある車ってほとんどないと思うんですよね。すごい内装のですね、そういうリアルカーボンの使ってるこの割合というか面積というか、すごくその辺が多くされてるかなという印象ですよね。で、この
カーボンとこのブラウンのですねレザーとか内装とかっていうのがそういうコントラスト的にもですね渋い感じですよね。まあ願わくばこのステアリングにもですねカーボンを使われてたらもっといいかなっていうふうに思うんですけど、多分当時は主流じゃなかったんじゃないかなと思うんですよね。今フェラーリとかだとまずそのこのカーボンステアリングっていうのが一番にオプションとしてカーボンパーツとしては使われるケースが多いんですけど、まあ、そういったところが今のところないと。ただそのカーボンっていうのも基本的には強度がすごく高くて軽いということでレーシングカーとかに使われているというパーツになるので、まあこういう使い方が正解なんですよね。こういった広い部分で、まあ、こういうそのカーボンを使うとか、あるいはルーフとかですね、このボンネットとか、あの軽量化したいというところにこのカーボンを使うというのが、まあ、大正解というところなんですけど、まあ、どちらかというとステアリングっていうのもですね、まあ革になるんで別にカーボンにする必要は多分機能的にはないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、あの人気のオプションとしてあるのはまあ事実ということがあるんで、まあ、そこら辺がまあちょっと当時のねある意味時代の感じっていうのを感じさせてくれる感じですね。でここにですね運転席のシワショーというふうに書いてあるんですけど、おそらくねこういったところだと思うんですよね。これここら辺とかですね。で見ていただくとこれはねよっぽどあの大事に使っててもこのシワはつきますね。なんでこれは仕方ないと思います。このぐらいはつくよねという感じですよね。なんであとは内装のマイナス点というのは本当にないなと思いますね。こういうそのシートの表面とかっていうのもですねあのスムージングされてる感じ の, あのシートになるんですけど、このあたりもですね特にあの傷とかシワとかっていうのもなくて、綺麗な状態になってます。でこのハンドル自体もですね、スレとかハゲとかっていうのも特にないというような感じで、昇降系のですね、このステアリングにパドルシフトがついているということで、まあ、ステアリングに今いろいろボタンがたくさんついているものもあるんですけど、すごくシンプルな感じになってますね。はい、ちょっとエンジンをかけてみたいと思います。あ、すごいいい感じですね。あのエンジン自体はですねこうランボルギーニとかのようにその最初のそのエンジンスタート時にものすごいでかい音が出るという感じじゃなくて、結構ジェントルな感じで、エンジンサウンドを楽しむことができるという感じになってますね。まあ、それでも、まあ、あの外から見てるとですね結構こうあの耳に響く感じのですねあのエグゾーストがこう入ってくるような感じになってるんで、まあ、適度な感じですよね。あまりにも主張していないというような感じじゃないかなというふうに思いますね。で、ナビゲーションはですねこれおそらく当時の純正オプションかなんかのものがついてるのかなというところなんですけど、これもねすごい大事にされてるなと思うのが、全部これビニールがついてるんですよね。ここも全部ビニールがついてます。でここのスポーツボタンのところもビニールがついてるという感じになってて、すごい大事にあの使われていたという形跡が見える感じになってますね。でこのねシフトとかもですね普通のガチャガチャっていうシフトではなくて、まあニュートラルに今書いてこなってますけども、ドライブの時はですねこの A の方にやるとまずオートマチックの一速という形になって、これがまあ普通のドライブになるんですけど、これをもう一回こっち側に盛るとですね、あのマニュアルトランスミッション の, あのマニュアルの位置ということで、あとはシフトをですね、この、こちらのシフトでやるか、ステアリングのこのパドルでやるかと、どちらかでこう操作するという感じになりますね。でニュートラルで、こちらにするとリバースという感じになりますね。まあこんな感じでバックモニターも一応ついてるという感じになってますね。このね天井の部分がですねこれ全部アルカンターラになってるんですよね。このアルカンターラのこの色がまたすごくいいですよね。まあ、ベージュのですねアルカンターラになってるんですけど、
ありがちなですね、このピラーのところのハゲとかっていうのもないですし、この辺りもよく垂れてる車っていうのが、まあ、あると思うんですけど、これも全くない状態になってるんで、非常にこの辺りも綺麗に使われてるなという印象ですよね。トランクスペースを見ていきたいと思います。トランクスペースはですね、まあ、フェラーリとかポルシェに比べるとちょっと狭いかなという感じなんですけど、ただランボルギーニのガヤルドとかに比べると少し広いかなという感じですよね。まあ、ガヤルドとかはもうちょっとこれ浅くて狭いんですよね。何かこういうものをポンって大きいものを入れると、まあ、バックは入れれるかなっていうぐらいの感じのイメージかなっていうふうに思うんですけど、割とね、トランクスペースとしてこう活用できるぐらいの広さっていうのは確保できてるかなという感じですね。はい、エンジンルームを見ていきたいと思います。めちゃくちゃかっこいいですよね。いやこれまあなんかこう車の説明っていうのとちょっと違うかもしれないんですけど、はっきり言って高見えしますよね。この車に乗ってて1000万以下の車というには多分見えないと思うんですよね。もちろんもともと新車の時っていうのはね、2000万円ぐらいの車であったというところがあるんですけれども、このミッドシップレイアウトの車で走りそのものもですね相当いいんですよね。その気になったらこれ500馬力を超える馬力を絞り出す車になってて、しかもこれクワトロなんで四駆なんですよね。で多分今までスーパーカーとかって乗ったことがない方でもある程度踏み込んでもですね怖い思いをすることっていうのはまずないのかなというところもあってですね、まあ、このミッドシップの車の入門編としてもすごくいいですし、大きさもですねちょうどいいんですよね。意外と小さいんで取り回しそのものがですね結構しやすいというところも大きなポイントじゃないかなと思いますね。それではですね走らせていきたいと思います。まあ、このアウディの R8 なんですけど、まあ、この V10 のですねこのエンジンっていうのは選択肢としてはですねランボルギーニのウラカンとか、まあ、当時でいうとガヤルドとか、あとはレクサスの LFA とかですね、この辺りがまあいわゆるスーパーカーで の V10 とね言われているところなんですけど、あとこの R8 というのはですねこのその V10 エンジンをこのミッドシップで味わえるというね車の中では挙げられるわけなんですけど、ものすごいコスパなんですよね。このやっぱ今やっぱりランボルギーニのブランドがつくだけでもガヤルドでもそうですね、おそらく同年式ぐらいだとまだ1,400〜500,000ぐらいは、まあ、当然のごとくしてくるんじゃないかなというふうに思うんですけど、そう考えるとですね1000万を下る金額で手に入るスーパーカーということになるわけなんですけど、まあ、その実力やいかにというところなんですけどね、これがですね本当に乗りやすくて、こういうそのワインディングでもですねいかんなくこうスポーツ性能を発揮してくれるというところで、しかもこのクワトロでですね四駆であることで安心感もものすごく高いというところもあってですね、もう幅広い方に乗っていただけるという車になるのかなと思いますね。いや結構ねこのボディサイズも割とコンパクトなんで、こういったその狭い峠とかでもですね自由自在にこう操れるというね良さがありますね。今ねこれスポーツモードにしてるんですけども、スポーツモードでマニュアルモードって感じにしてるんですけど、すごいいいです。楽
しいですね。運転がものすごくしやすいですね。多分こうやって画像映像でもね、多分伝わってくるんじゃないかなと思うんですけど、あんまりこう深く考えずにシフトとですね、あのブレーキとアクセルでこうゲーム感覚でこう乗れるという感じですよね。すごいいい感じですね。すごいいいですね。全然こうブレる感じがなくて安心感があるかなという感じですよね。はい、そうね、今普通にオートマチックモードにして乗ってみてるんですけど、まあ、こうなるとですね、まあこの響きというかこの言葉の選び方がよく映るかどうかわかんないんですけど、 TT クーペに乗ってるような感じですね。あの普通にあのアウディに乗ってる感じで乗れてしまうという感じですね。だからこれ街中であの普通に乗れるっていうのがいいですよね。やっぱりフェラーリやランボルギーニってなってくると、これ取り回しの問題とかももちろんなんですけど、あのエンジンのね一回一回かける時のあのけたたましい音とかがですね、あのそういう感じのものが欲しい時もあるかもしれないんですけど、街中ではあのあんまりそういう感じにしたくないなっていうのもまああると思うんですよね。これだとグランドツーリングカーとして普通に日常に使えるっていうのがありますね。まあ、それプラスこう価格面でもですね、あの1000万を下る金額で買えるというふうになることで、まあ、このスーパーカー前としたね、この V10 のミッドシップの車を、まあ、そのぐらいの価格帯で乗れるっていう醍醐味ですよね。だからまあ日常にも乗れるかなという感じにいけるんじゃないかなと思います。あとはまあ法人でこの車を所有されるという場合にもですね、あの車検証の名前で言うと普通にアウディというふうに書かれてますので、まあ、いろんな意味で心証も悪くないなという、ね、ところも、まあ、意外と大事な要素になってくるのかなという感じですかね。乗り心地もすごいいいですね。あの突き上げる感じもなくて、多分長距離で乗ってもそんなにこう疲れる感じでもないかなというような感じですかね。いやすごいいいですよ。はい、いかがだったでしょうか。アウディのですね、R8 のご紹介をさせていただきました。この車はですね、とにかくやっぱこう
前のフェラーリの360モデナご紹介させていただいたときにですね、色が赤じゃないのがいい、黄色じゃないのがいいというところがね、逆にあったかなというふうに思うんですけど、主張があまり強くないというところもあってですね、多分スーパーカーとかっていう車を手に入れられるというときにですね、赤とかグリーンとかね、黄色とかちょっと普通じゃないような色合いの車っていうのも許されるというね、車の個性みたいな部分っていうのがあると思うんですけど、あえてこの茶色っていうのはすっごく渋いというところもありますし、乗る人のですね、ファッションとかそういったものも選ばないというところもあって、多分ビジネスユースでですね、スーツでこういう車に乗られるっていうのも全然ありだなというふうに思います。あとはやはりイニシャルコストですよね、乗ってみたいなと思うけれども、あまりにも高いとちょっと二の足を踏むよねというのがあったりすると思うんですよ。特にこの車をね、もうファーストカーとして毎日乗るっていう人はやはり少ないと思うんですよね。乗りやすいんで、フェラーリみたいにね、1ヶ月に 1,2 回乗るじゃなくて、週に1回とか週に2回、天気のいい日はこの車に乗るとかいう方もいらっしゃるとは思うんですけど、それでもあまり活用していない車に対してですね、高い金額を払うっていうのにちょっと躊躇されるというところもあるかもしれないんですけど、この車であればですね、この格帯であれば、ちょっとセカンドカーとか、そういったところでのこう選択肢としてもですね、この車1台持っててもいいかなと思うようなですね、こういう個性というのがあるのかなというふうに思います。私自身もですね、実際この車も乗ってみて、なんといってもね、サイズ感っていうのがすごいいいなと思ったんですよね。この車を前に乗られてた方がですね、実はたまたま、福岡の方で、福岡の市内でですね、この車乗ってるのを見たことがあるんですけど、すごいこうなんかかっこよかったんですよね。普通に交差点にパッと入ってきてるところを見て、この形なんですけど、すごい意外とコンパクトで、目を引くものがあったなというのがあったんですけれども、まさにね、その車がこれというところになります。アウディ R8 を探しているというよりもですね、こういったタイプの車をやるのに買うのにいろいろと見ていった時にですね、このぐらいのコスト感であればちょっと挑戦してみようかなという方もですね、多分こう車を買われるユーザー層としてはいらっしゃるのかなと思いますので、まずはですね、そのあたりも含めて、ご相談のご連絡をいただければというふうに思っております。それでは皆様からのお問い合わせをお待ちしております。